はい、では始まりました、水と風大地の芸術祭始まりました、代表 の、 あのあこれで配信もして大丈夫ですか。はい、脇本ひろこ先生、こちら一橋進学塾の岩手合宿所にあの皆さん集まりいただいてスタートしていきたいと思います。でまずはあの日本を元気にするっていうことがどんな内容なのかっていうことであのプログラムを、お話を、修行健一さんにお話ししていただきたいと思います。修行さんと先ほど一関市の市役所を訪れまして起業家支援の窓口にもあの直接、参加されて担当の窓口の方ともお話しされて今日だけじゃなく今後も一関市をどうやったら盛り上げられるかということを、取り組んでいただいております。200人の社長さんを今まで育てられて、その中であの活躍されておられます。日本大学のコンサルタントも担当されて学生さんたちの就職のサポートであるとかまた就職先の、企業の顧問もされているということで両方のニーズを理解されている大変貴重な方だと思います。では修行さんお願いします。よろしくお願いします。マスク取ります？どうぞどうぞ取っちゃいましょうか。はい、はい、どうでもご無理なさらずスライドの下にパタパタってちょっと自己紹介をすると、はい、この時出てますけど修行っていう名前でございます。あの王さんが修行する修行で、僕自身は福岡で生まれ育ってそれお坊さんはいないんじゃない。そうですね、先ほどねあれあれお坊さんは帰っちゃった。いや多分いるんじゃない。この辺にいると思うのでお手伝いしてるかな。着物のお手伝い、どうかな、ちょっと探してきますか。ちょっと簡単にちょっと自己紹介すると、福岡で生まれて、でちょっと変わってますけどあの防衛大学校というところで出ましてですね、でその後、リクートっていうグループに行ってでベンチャーのグッドユルっていうグループがあっておそらくあの、介護のコムスンっていう会社とか、おそらく全国展開していったんですけどもああいうあの全国展開とかは私がやりました。でその後、グッドユルグループのメンタルケアの会社があってそれも合併させてでそこも私が代表をやるという、まあ、そんな感じで動いてたんですけどでその後あの35の時に退任してで、J グレンっていう会社作ったりとか、まあ、今もあのいろんな会社の株主だったり役員だったりしていくんですけどあの基本的にはあの上場上にしていくような会社とかあとはあ上場がポイントじゃないですねあの社会貢献ができそうな会社でいい社長のちょっと支援をしたくてですねなんでそういう会社を、まあ、毎日なんかお会いさせてもらっているところです。で今日ちょっとね資料がまだ全然やがってなかったんですけどたまたま地方創生に関しては青山学園の先生を出しましてあのそれも地方創生のプロデュースどうするかみたいな本が出てたんですけどおそらく私の名前で検索すると何かしら本を 5,6 冊出してはいるんで出てくるんじゃないかなと思います。ということでこれです、ね、下を押すとですね下っていうのはこれですね、はい、なのでご自身のケースで、はい、ちょっと字小さいですかね。で、まあ、日本元気するってで定義何から言ったらいいかなっていうところなんですけどまず自分が元気じゃないといけないし家族が元気じゃないといけないしあとはまあ地域がやっぱ元気であることで組織が元気であることみたいな形であのまあいろんなねあの元気の仕方っていうのはあるんですけどまずはあの地方創生もそうなんですけどあの自分たちのこともちゃんと知らないといけないなって感じもしてます。はい、で今日ちょっとこのダーッとちょっとまだダダ打ちになっちゃってるんで。大きくして見せたかいつまんで今日これ何分ぐらいですか。お任せしようと思ってるんですけど 2,30 分ぐらいですかね。はい、ちょうどいいと思います。そうですね、はい、今の AI 時代
って言われてて、多分仕事のあり方とかも AI 取り替わるねって、でおそらくあの二極化進んで仕事ができる人とできない人ってどんどん変わるねって話もあるんですけど、実はあの AI も限界があって、センス、人間じゃないとできない感情とかはやっぱりまだ表現できないみたいな、そこはまだ取り残れる。だから逆に言うと、自分が何者で何をしたいかという部分を強く持たない、持てばいいって話です。で、まあそこのところですね。もういや、まあ、今回のコロナでもうそうでしたけど、これはあんまりブラックになっちゃうからあれですよね。あのコロナの対応 の、 そのメディアに対してどう反応するかっていうのもやっぱり人によって全部変わるじゃないですか。で、おそらくのテレビとかメディアとかの影響って結構大きいんですけれども、あの本当にそうでしょうかねっていう、自分で考えてる人たちってちょっと少なくなったんじゃないかな、ね、僕ももうすごく違和感感じてたんで、まあ、うん、あのマスクすると逆にコロナなりやすいんじゃないのとかですね免疫力下がるんじゃないのとかですね、いろいろと出ますけど、結局そこはある情報があって、それをどう判断するか、どうキャッチしてどう考えるかっていう時に、本当は自分で考えるんですけどね、あんまり考える人が少なかったんじゃないかなっていう感じがします。メディアでこう言ったら本当かなっていうか、そのままそこありきから始まるみたいな。おそらく僕がちょっとアウトローで天の塾みたいなところがあるんで、人が言うことの反対を言ったりとかもするんですけどね、本当かなって。まあそういう感じで、おそらく AI のコントロール下に入っちゃうと結構みんなそっち側に取り込まれてしまうので、うん、今一度自分の生き方とかあり方をちゃんと戻さないといけない時代にちょうどなってきてくれたなって感じがしてます、うんうん、で今回のコロナの件でまたそれも明確に可視化されたので、うん、自分、まあ、みんながつけるから同調圧力でつけなきゃいけないなっていうマスクだとか、いやいややっぱりね、つけなくてもいいよっていう人とか、まあ、いるんだけど、やっぱり可視化されるじゃないですかまあそれがいいかどうかっていうのはまたこの後おそらく議論が出てくるかもしれないんですけど、でまあそんなことからちょっと始まって、で僕はあのプロジェクト今20ぐらい進めててですね、でいろんな会社の役員だったり社外取締役だったりとかするんですけども、それは本当は集中って選択なんで絞れっていう話もあるんですけど、僕は自分の限界値と知ってみたくてですね、なのでどこまで生きるかなって言って、でも支援すべき社長は支援したいの で、 でそこには何か損得とかエゴとか自己満足の話はあんまり興味ないんですよ。日本の未来のためにつながるものではないと自分の時間をやっぱり惜しくなってしまうというか、一時期はそれこそ何万人って人が来ててですね、でも振り返ると結局一緒に動けて一緒の価値観で動ける人たちって多分100人か200人だなと、多分何万人いてもそれは多分依存してただけで、だからそういう人たちは一回ちょっと距離を置いて一緒に動ける人たちだけ動いていきたいなって思ってます。ちょっと私が今56歳なんで、まあ、そういう意味ではなんですかね、こう瞬発力まだいける年代ではあるんですけど、かといってそうもないっていう状況なんで、時間短縮して一緒に絡む人たちもできれば日本を元気にするということを考えたら、同じ価値観の人たち一緒に動きたいなということで、バーッと今ちょっと選別したり、あとはヤマトプロジェクトっていう日本元気にするよねっていうプロジェクトを今進めてるんですね。でこれはね、儲かるって話だと損得で寄ってくるんですけど、一切損得僕言いたくなかったんで、ただ僕はちょっと仲間思いとかあるんでね、関わってくれた人たちは何とか幸せにしたいと思う分やるんですけど、でもそれを約束しちゃうとそこに来るじゃないですか。だから一切損得の部分は一切なくて、日本元気にするために動くだけ、だからそこに、まあ、ヒットした人だけが今ちょっと集まってきてるような、なんかそんな感じで今まあ、うん、動いてるところですかね。でそうですね、でプロジェクトの成功はってちょっと書いてるんですけど、いろいろとね、やっぱりいい社長はとかいっぱい本が出てくるから、僕も30から社長になって、で今56なんで、その間いろいろと考えたり失敗していろいろしたんですけど、結局結論は特に AI 時代になったんで、本人の強い意志が重要ですから、だから僕自身がブレちゃいけないという結論、だからいい社長を演じる必要もないし、
なんで、もう超わがままで、人間的に微妙かもしれないんですけど、やっぱり自分の思いが強ければそれで行くというふうにしないと、多分これからの時代は行かないなと思ってて、多分そうなると思います。やっぱり AI とかでも、ね、カバーできるものってあるんだけど、やっぱり人の思いとか熱量はその人でしかないので、多分それが今 AI 時代で少し社長のあり方変わってきた感じがしますけどね。そういう意味では超妄想で、で一応 MBA は取ってみたんですよ。防衛大で理工学なんで経営全然知らないんですけど、だから実践でやってたこのやっぱり一応形にしときたいと思ったんで、日本型の MBA だけ取ってみたんですけど、でも結局やっぱ自分でやってた方が力ついてたかなって感じもします。やっぱり教える先生たちのレベルとか多分いろいろとなってくるんですけど、まあ、そういう意味ではたまに振り返るビジネステクニックはあっていいんですけど、ビジネステクニックありきで組み立てをするものではないなと思う。あ、僕の場合はですね、もう超妄想で世の中こうするっていうのを自分を信じきるのは自分でしかないので、それで追求する。でそういう話で、実は先ほど200人ぐらい社長って話があったんですけど、細かく言うと僕の部下で200人ぐらいいて、うち100人が社長になりました。で、大学の先生もやってるんで、その教え子たちがやっぱ100人ぐらい社長になってて、で、あとは外部の社長になりたいような人たちが集まってて、そこが多分200人ぐらいだから、多分全部でいくと多分400人近くは起業家みたいな。でこれ配信してるんですよね。だからまあ言えないかもしれない。あ、いや、どうですか。まあ結構誰もが知ってる会社の社長になったりとか。じゃあ、あとは。どうですか。配信を止め。まあ、大丈夫です。ないっていい。上場会社の社長になったりとかね、結構そんな感じで、まあだいぶ実績出してきたんで、でそれも僕自身が、そうですね。それをまた言い始めるとちょっと時間かかるんですけど、小学校4年生の時に社長になると決めたんですよ。で、ただの普通の人の僕がどう社長になるかって時に、小学4年生の時に考えたのが、まず頭が良くないといけないんじゃないのと思って、僕全然頭良くなかったですから、頭鍛えないといけないなと思って、あとは多分体力、あと精神力っていうのが必要だなって小学校の時の思いで、まずはやれること何かなと思ったんで、ちょっと勉強も好きじゃなかったから、勉強でもその前に本もあんまり読まなかったんで、もう本読むところから始まってですね。でそうこうしているうちに、まあ、受験とかもなんかクリアしていける、まあ、そういう意味では努力すればできるっていうのが分かったのも小学校の時代で、さっき防衛大って言ったと思うんですけど、それは究極自分の精神力はそこまで強くないと思ってたんですよ。弱ちいなと思ってですね。でもそのままだと弱ちい社長になっちゃうんで、やっぱ強い社長になるためにはという選択の一個もありました。だから防衛大をちょっと選んでたので、結果防衛大で行くと普通だったら防衛省入って自衛隊、自衛官になっていって、まあ僕の同期たちとどうなってますけど、まあ優秀な連中がいっぱいいるんでね。僕としては多分戦争は情報がこれだけ動くと、まあ、って言いながらも戦争起こっちゃってますけど、おそらく日本は戦争にならないなと。でもどういう状況に陥るかというと、多分経済戦争になるはずなんで、そこはバトルが世界と戦うふうになるじゃないですか。まあ、まさしくそうなってるから、戦いの場が多分武力だけの話じゃなくなるんですよ。で今は、まあ、宇宙を抑えられたりもしてるから、ちょっと日本は厳しくなるんですけど、でもどう豊かに生きるかとかね、やっぱり人間の在り方っていうのはまだまだいっぱいあるから、そこはもう日本人は結構トップレベルにあると思ってるんで、そこはなんとかしないといけないと。なので今世界の経済とかに負けてる場合じゃないねみたいな。しかも日本も資産いっぱいあるんでね、それをどう活用しますかっていうのを、水も電気も全部本当はコントロールされなくてもできるはずなんですよ。だから僕の一つのテーマの一個は、お金がなくても住める社会っていうのを作るっていう。みんなね、お金にコントロールされすぎちゃってて、お金がないから不安で、お金がないから自殺打つになったりするっていう、もうこう直結させてるから、僕自身も実はベンチャーで何億ってお金が入ったり、でも借金も何億ってしたりして、一人で何回転かしててですね。だから結局お金って結論は紙切れじゃないですか。だからみんなこの紙切れに翻弄されちゃってて、紙切れで自分をなくすみたいな状態になってるんで、お金がなくても住める社会作って、みんなで力を出し合うとか、情報を流すとか、思いやりとか、実はお金に換算できない価値はいっぱいあるんですよね。でもみんなお金で損得で考えすぎるから、
多分日本ってこうなっちゃってるなと思ってて、だからそこをちょっと戻したいところもちょっとあってですね、で今やってます。で実は大学の先生もちょっとやってみたんですよ。これはね、なぜかというと将来学校を作ろうと思ったんで、僕は全部自分で実践して考えるタイプなんですよ。で先生になってみたら、先生になってみたことで分かることっていっぱいあって、うん、あなるほど面白いなと。でも今結構小学校中学校でちょっと話することがあって、これはねちょっと言っちゃまずいところなんですけども、先生たちっていうか学校が何のためにあるのかなっていうと、本当は未来の子どもたちのためにあるじゃないですか、うん、でも今生きるその先生たちのための学校になっちゃってるな、そうですね、というのがねどうしても許せなくてですね。だから実は僕保育園も作ったりとか今そういうのも今進めてて、少子化だからビジネス的には微妙ってなるんだけど、ビジネスの話じゃないよねと思ってて、未来の子供たちが重要だから、だから保育園とかね、それこそ学校もいい先生ばっかりだっていいんだけど、それこそ僕文科省のねトップに会いに行って、起業家こうしてもいいですよねって言って、そしたらあそうなんだけどって言われたのが、要は均一な教育をするための教える先生のレベルがって言われたんですよね。だからいい教育は本当はやるのは分かってるんだけど、先生のレベルでいくとばらついちゃうっていうのが意見だったんですよ。あだからこれ文科省の管轄の中に入っちゃうとそうなっちゃうなと思ったんで、私塾で行くしかないと。で私塾で行くともう当然だけどね、多分戦いで許するんだけど、でもそこから出た卒業生たちがどうなるかが多分エビデンスなんで、だから多分1年2年かかりますけどね、でも本質は学校の運営をしたいわけじゃなくて、未来の日本のために何ができるかと思ってるからっていうので、今ねそういうのを今あまりいいね先生たちもね、いろんな先生たちがいるから、そこの先に言うとぶつかっていけないんだけど、うん、なんかそんな感じでした。でも一方でちょっと擁護するというか、先生たちもかわいそうだなと思うのは、教える子どもたちがまず一つ対応するんだけど、あと親御さんがいたりとか、あと学校の同僚がいたりとか、あと学校長がいたりとか、教育委員会がいたりとかっていうので、これね多分関係者が多いとね、多分ストレス溜まるんですよね。それはそれでかわいそうだなと思ってて、だから逆に言うと、本当に子どもたちのために考えるんだったら文科省の教育委員会のってこう流れがあると、それ以外のところでも要はストレス溜まらない形でね、要は未来の子どもたちに必要なんだから、そういう意味ではテーマの一個は学校で教えることができないことを教える学校っていうのを作ろうと思ってて、学校だから教えれないっていう基準入るじゃないですか。でも要はそれでいいから教えてほしいっていう親しか入れなくないですけどね、モンスターペアレンツなんて一切入れたくないので、そういう人たちがこう先生証をもらった人たちだけをそういう教育にするっていうふうにしないと、だからみんなにとっていい学校を作ろうとするとね、多分つまんない学校になっちゃうんですよ、おそらく。僕からすると弾けてでもいいからやっぱり行くしかないと思ってて、そう思ったのもここはちょっと防衛大学校と入るんですけど、普通の高校生の僕が4年間防衛大学校行ったらですね、やっぱり相当強くなったんですよ。で僕一匹狼タイプだったんでね、だからチームで動くタイプじゃないんだけど、チームで動くっていうことのねあり方をね知ったんですね。で一応理系なんで理系的に考えると、一人で勝ち負けって勝率考えると 50% だとすると2分の1じゃないですか、うん、2人いると2分の1かけ2分の1、4分の1、3人いると8分の1だから、要は勝率が低くなったものをできるから喜びがその分大きいんだなと思いました、うんうん、なので、それこそそれまではね、いろんな人絡むのってすごいめんどくさいタイプなんでね、うんうん、でも目的に達してどう達成するかって考えるところがあった時に、あそういう状況になるんだなって思いました。これが防衛大行った時に、要は普通の適職とか考えた時に合う合わないって言われるじゃないですか、でも防衛大出た高校生が4年経ったらほとんどリーダーになるんですよ、ということはビジョンがあってある環境があったらそうなるっていう結果なんで、それは国守るっていう多分そういう目的があって、そのためのっていう、あれ日の丸背負ってくるんでね、いい加減なことは当然世界ともできない話なんで、それはこうだから力は多分そんなに変わってないはずなんだけど、多分気持ちのあり方がね変わったんだと思うんですよね。だから頑張れたっていうか、だから本当は日本も良くも悪くも徴兵制なのか何か、日本のことをちゃんと振り返ったりすることを気にするべきじゃなくて、
知った方がいいですけどね。たまたま大学3年生に僕は防衛、硫黄島に行くんですよ。硫黄島に行くだけなんですけど、あの防空壕っていうか地下壕とか入って、それだけなんですけど、やっぱりあのここで守んないと本国に行くわけで、本国に敵国がね来ると当然あの両親とか、でもそれをここで守るしかないじゃないですか。でも当時行ったのは僕は20歳ぐらいだから、多分同じぐらいの人たちが戦地に行ったわけで、もうどう見てもそんな大きい島じゃないですからね。あのあでもここまでやっぱりあったんだなっていうのを僕ら知れてるんでね。だから本当は日本人だったら硫黄島とかね、見れるんだったら見た方がいいかなと思います。あの本当に国家間が本当に入ったのはね、硫黄島行ったからです。防衛で入ってそこまで入ったかというとね、やっぱり硫黄島行ったことが一番大きかったですね。やっぱり、ね、自分が日本人って生まれて日本を捨てることなく日本のためにどうするって、やっぱりちょっと国家間がねそこ入ってますけど、まあそんな感じで今進めてるところですかね。であとはそうね、あの地域の創生でやっぱり難しいのは、ここに書いてたかな、よそ者、若者、バカ者で連動させないと多分オープンイノベーションを起こしにくいんですよ。なぜかっていうと、強いリーダーシップ発揮できる人がいたら言うこと聞けってなるんだけど、多分こういう人ってレアじゃないですか。で、誰かがやろうとした時に多分反対意見出るでしょ。それを、なんですか、その人に来なくても家族とかに多分言われないですか、お前とこの兄貴がこうなってとか。としたら、いや自分はいいとしても家族にも迷惑かけてたとしてなとかって言って、その地区にいるから誰がどうかっていう分かりしがらみがある分逃げ場ないですよね。でそこまでなんか強い下ってみんながやれるんだっていいんだけど、難しくないですかって僕が同じ立場だったら多分へこむなと思うんですよ。一生懸命やってて大丈夫かよとか違うだろうとかって言われたらちょっと嫌だなと思って、多分それが地域のその箱物で一応形だけ終わって予算消化だけしました、その後の面倒くさくてやらなくて、なんかね多分手間かかるの嫌だなとか、多分そんな話があってなってるんじゃないかなと思うんですけど、おそらくそういうので済まないっていうのが多分現状だと思ってて、だから地区の人たちだけでうまくいった例もありますけど、あのおそらくいろんな意見とか、しかも日本だけじゃなくて世界の発信とかも含めて、今ちょっとイノベーションがね、あのそれ技術革新、シンギュラリティってなりますけど、過去の経験の成功事例がこのあと続くかというと、もう時代が全然変わっちゃうんで、変えないといけないです。でもあの時代が変わりすぎちゃって IT 系に寄りすぎていいかというと、なんかねそこは、ね、魂がない若者ちょっと多いのでちょっと違うなと思ってるんで、だから多分ハイブリッドなんですよ。日本のあり方持ちながらも今の技術とかを取り入れてハイブリッドにしていく、どっちかに寄りすぎるっていうのはね多分違うなと思ってます。まあ、そういう意味では、まあ、さっきのそのプロジェクトの成功条件として、まずは例えば学歴がいいとか成績が良かった人とかね、あの据えたりするとするじゃないですか。でもこれは成績がいいっていうのと頭がいいっていうのは違うじゃないですか。あとは人間性が高いっていうのとも全然違う話なんで、多分そこも見ないといけないし、あとはそうですね、あのプロジェクトメンバーの価値観レベル、そういう意味ではあのプロジェクトマインドセットっていうかプロジェクト基礎力って僕が書いたかな、あのチームワークだとかやっぱそのあたり知らないと、結構ねいろんな社長たち見てもらったんですけど、結構英語の状態で成功事例作り上げて自分の価値観で成り立ってる人たちも結構多いなって思いました。たまたま僕は大学がそういう大学だったんで、戦略戦術とかチームワークとか、当然国を分けちゃいけないからそういう経験体験されてるんですけど、多分それやってるとこないから、だから一つは実はあの防衛のミリタリーベースラーニングっていう、あの戦争したいわけじゃなくて、あのなんか戦略戦術考えてどう実行起こすかということをちゃんとやらないといけなくてね、今の特に経営とかビジネスっていうのはもともと戦争から来てますからね、あの国がどう残るかということとか、生きる死ぬのところをどう抑えるかというところの組み立てがこの何千年も歴史があって、それから派生して経営ができてるんで、だから多分軍隊のことはやっぱ知った方がいいんですよね、あの元々ベースなんで、あのそれをなんか戦争人殺しみたいな形になっちゃうとダメで、やっぱりどう生きるかっていうのは当然ですけど、防衛隊の場合もいろんなあの留学生がいっぱい来るんですよ、アジアでね。でも別にそれはもうどう
キーの仲間たちなんで、国が違ってるけど4年間一緒に過ごしてるから、別になんだろう、戦争を起こしたいとか仲悪くしてるわけでも何でもなくて、当然平和でいたい。だそれをなんかでもかわいそうなんですけどね、いろんなメディアで、まあアジアの他の国は多分軍隊強いんですけど、日本ってちょっと微妙なんで、そこはね、本当に抑えられていけないところは抑えられてなかったりする感じもしてますけど、まあそんな感じで、あとはそうですね、結構経験値強くて、なんかやろうねって言った時に挑戦すればいいんですけど、みんなやんないですよ。で僕は多分経験値が絶対重要だと思ったんで、優柔不断なんですよね、実は僕はね。だから経験値上げようと思って、やっぱりビビってたんですよ、みんなと皆さんと同じような感じで。でもそれだと多分経験値上がらないなと思ったんで、判断基準を僕なりに設けました。死なない、何百万も損しないものは全て経験値、死なない、何百万も損すること以外は全て経験値。だから失敗って何って言ったから、よく学生とか話してても、失敗したらどうしますかって言うからね、うーんって失敗ってなんだろうなと思って、別に経験値じゃないですか。ね、怪我しようが何しようが、怪我しないことがいいわけではなくてみたいな。だから、まあ、死んじゃうと大変だし、何百万も損するとちょっと大変なんで、それ以外は経験値で、経験値を一気に上げていったら成長していくので、多分日本って学校もみんな自分の評価気にしてて、で、自分としていいけど学校としてはなんかね、あんまりそういうリスクを課すなみたいなったりとかすると、結局未来の子供たちの経験値上げないといけないところが上げきれてないっていうのが多分問題だと思ってるんですよ。なんでそこはそうしようねっていうグループで行くしかないですね。やっぱそう思ってない人たちをこう持っていくの大変なんで、初めそこの成功地点元に本当だったんだなってなってて、階段作んないと多分いけないんじゃないかなと思いますから、だからプロジェクトやるときはそういう、プロジェクトマインド持ってる方々でセットしていかないと、多分それだけ時間がこう表面上は賛成しててもブレーキ引くみたいな感じになっても大変めんどくさいんで、まあそんな感じがします。まあそういう意味ではだからプロジェクトメンバーの選考というのはそういう学歴とかでもないし、それこそ心理のアプローチでいくとですね、 VAK っていってビジュアルとか書いたりとか聞いたりとかっていうのと体感覚っていうのがあってですね、多分コンサルとかこう言いやすい人は多分 A が A っていう書いたりが強いですよ。で僕みたいなタイプってどっちかというとそれよりは、一応本は書いてますけどね、どっちかというと長嶋茂雄みたいな感じでちょっと天才系だったんで、なんだろう、こうやったらできるじゃん、でもこれってちょっと伝えにくかったんですよ。多分たまたまのグッと言ってグループで、伝えないとこれ成り立たないなと思ったことで、意識して自分の判断とかを形にしようとして伝えるっていうふうにしていったんで大きくできたんですけど、多分そこって癖があるんで脳の、だからそういうのも、だからそれは寄り添うんじゃなくて、それぞれがメンバーが決まったらどの癖があるかって知ったことをリーダーがですね、こうちゃんと調整すればいいだけの話なんで、単純に人を集めればいいだけの話ではなくて、やっぱそこまで必要かなと。あとはコミュニケーションとかね、本当何考えてんのっていうのを言えるかって話なんで、ただこのコミュニケーションに関しては僕もあんまりできないタイプなんですよ。だからどうしたかっていうと、まあそれが防衛大でもあるんですけど、細かいこと言わなくても、あるパターンがいくつか作れるとですね、それをやることによって成り立つっていうことは言えるんですね。例えば入室する時の要領、入室要領っていうのがあるんですけど、あの上長に何話し行こうかなとかって結構大変じゃないですか。でも、もうパターンがそこまでちょっと決まってるんですよ。早く情報伝達して伝えなきゃいけないわけだから、みたいな。だからそれを多分会社とかプロジェクトの中にも入れればいいんですよ。じゃないと、ある人はこれは違うと思ってて、こっちでもいいと言ってるのがばらついちゃうと、結局みんなのいいとこ、いい評価を受けようとすると何もできないというふうになっちゃうんで、これは本末転倒なんで、なんか動かないといけないわけですから、だからルールを決めて、プロジェクトはやっぱりルールを決めて、言い切るというか、忖度して言わないっていうのがリスクなんで、新規の授業に関しては。全ての情報を知った上でどう判断するかっていうのはリーダーたちというかメンバーの役割なんで、これを忖度してですね、言わなくて実はあそこでこうだったんだって言ったら終わるに決まってるんで、それをね、進めないといけないと思うんですよね。だからまあ、そういう意味で通常が必要で、
お金を集める仕掛けとか、あとはコミュニケーションする仕掛けとか、あとはお金がなかったらね、できないってみんな諦めちゃうんで、僕はあの結構粘っこい方なんで、1万人から1万円集めたら1億じゃないですか。100人僕声かけて、その人はまた100人声かけて、日本の未来のために1万円出して買おうぜって言ったらね、多分1億集まるんですよ。100人かける100人で1億、1万円で1億。だからお金がないっていうのは言い訳でしかないので、どうしても動きたいんだったらそうするしかないなと思ってて、で1万円ですよと、まあ、1万円、まあ大金っちゃ大金なんだけど、でも日本の未来変わる時代ができるんだったら、それをまたね横展開していって、いやその時代がこうなったからねっつって言えばいいじゃないですか。そのための1万円で、まあ動きをね出していって日本変わるんだったらいいかなという感じもします。だからそれはちょっとやってみたいですよね。だからあの今回ちょっとね一ノ関で縁があるので、なんかそういう接点があるんだろうかなと思ったりもするんですけどね。まあそんな感じで、そうですね、やっぱ新規事業系ってあの結構大変、新しいことやろうとすると、大体普通に言われてる想定通りの失敗だっていうのは、想定外の失敗する多分確率は多分8割ぐらいだと思うんですよ。だから1割2割はしか成功しないんですよね、あの普通は。でもそれは止めたら失敗で終わっちゃうだけなんで、でどうするみたいな話なんですよね。結構やもすると、ね、失敗する人たちがあのほらほらって言われるかもしれないけど、どうやって成功させるかっていうことしか考えない。あと僕らみたいなベンチャーはあの大企業がバックにわけて何もないので、死んだ瞬間に終わるっていう状態なんでですね、どうやって成功させるかということを結構考えるんですよ。だからさっきのお金の集め方も1万人1万円1億みたいな。でもこれもね、やっぱり、まあ、ベンチャーの社長たちとこう話しててそうなったんですけど、だから世の中に、まあ、でも多分江戸時代とか日本って頭悪くないので、過去の成功事例っていっぱいありますよね。こう立てたりとかしてね、富士登山していたりとか、なんかみんなで寄り添ってカバーするみたいな。だからもうすでに日本でやれたことの成功事例普通にやるだけじゃないかなって感じがしててね、それをね多分インターネットとかメディアとかでね出てくるからね、ちょっとやめようって話じゃなくて、まあ、せめてチームはそれでも行こうねっていう人じゃないと、攻撃されちゃうとね、結構今すぐに攻撃されちゃうからね、インターネットで。それこそ僕はオプトっていう電通のグループ会社の社長もやったことがあったんで、それこそソーシャルメディアとかね、発信力すごいんですけど、やっぱり叩かれ方もすごいので、だから逆に大きい会社とか役所とか国とかは失敗できないじゃないですか。失敗しにくいですよね。なんでやっぱり国背負った時はそれができなかったんだけども、今はただ一ベンチャーのなんかわけのわからないやつがなんかやってんなーで終わるじゃないですか一応。僕はだからそれでいいと思ってて、そのでも石投げたら一応どういう状況ができるかわかるから、それをもとに未知な状態を推測してやっぱ移行するって失敗するんですよと思います。最後はよいしょ、まあそんなこといろいろ考えていますって話だったんですけど、さっきの話しましたねって話ですね。まあちっちゃくやって大きく仕掛ければいいって話なんですけど、多分これ普通は自分がいて他人がいてみたいなこう対立だってくるから、やっぱ調整難しいんですよ。なんでちょっとでもこう共通、まあ、それこそ防衛大で国を守るっていう話ってみんな普通にそれが成り立ってたんだよね。本当はそこまで持っていけるといいんですけど、だから僕は大和プロジェクトを日本元気にするっていうのをねちょっと置いてみたんですよ。そしたらベクトルがみんな同じ方に向けば全部のパワーが、ね、合体できるんですよ。対立の構造で実は表向き言ってるけど自分のことしか考えてませんっていう人がなっちゃうと打ち消して何も推進しないんでね、もしくはブレーキかけられちゃうとマイナスになるだけだから、なのでこれがね難しいんですけどね、何のお題目を立てるかっていうのが。僕としてはやっぱり日本の未来のために考えるとか、その地域の未来のために考えるとか、まずできるところのところからこうやっていくしかないなと思ってて、その成功事例を横展開すればいいんじゃないかなっていう感じがしてますけどね。はい、というようなところでしょうか。はい、ここまでなんか質問ないですか？大丈夫ですか？
ちょっと走りましたけど、そう、あの、はい、その熱量嬉しいです、嬉しいです、本当自分若い時の自分を見るようです。いや今も若いですよ。もう今日もあの保健所でこちら の、 あの一橋学習塾の岩手支部さんのこちらが今度カフェになるっていうことで、今日は先生と一緒に保健所の方にも行かせていただいたんですけど、そこで前例がないことをやらないとかいう役所のね皆さんに対して、それだから岩手は変わらないんですなんて言って息を飛ばしていただいて、すごい情熱を感じまして、先生のなんか脳内にある素敵な世界をなんかいろんな方やアートと一緒になんか形にするっていうのが、増山さんにお会いしたからこう広げてみようかなと思って。本当ですか、光栄です、本当に。なんかいつもモンモンなんですよ。なんかあの戦略的に動ける人がいて、そうです。で失敗したらあいつのせいだって言えばいいし、役所もね、多分責任を負えないでしょ。そうですよ。で、うまくいったら、いや役所の方がやってくれたんですよって言ってあげればいいだけなんで、でしますからって言ったらいいじゃないですか。みんなね、あーって全然自分の評価のようでね、うん、増山さんは上手、うん、私はね、まっすぐ行っちゃうんですよね。あ、僕もそうです、うん、話を聞いててそう思いました。税金でね、うん、仕事してる人って税金じゃないですか、ね、みたいな。そうです、そうですよね。いつもそのぶつかり合いですから、なんかこう妄想を形に、私は世界35カ国であの活動アートしながら、まさにその何百万、うん、ってか何千万もお金稼げて、あれ損しちゃうのかなみたいなアートもやったりとかして失敗だらけなんですけど、でもなんとかギリギリ健康だし、周りにあの素敵な方に囲まれていただいて生きてる、そのスレスレの度合いっていうのはやっぱりですね、その法を犯さずルール守ってなんかこうさまざまなあの、このね、保健所なら保健所の認可を、東京でカフェもやってまして、なんかそういうところで守りながらどう攻めるかみたいなことが人生なのかなって、うん、でもなんかするたびに必ず多分仲間が増えていってるんですよね、うんうん、見ててそう思います。本当に皆さんのおかげで今日は渋谷住職にもお越しいただいて、さっき素晴らしいアーティストだっていうことで車の中でおりまして、であのお茶をちょっと飲んでいただいてですね、次はですね、源光志郎さんの演舞があのスタンバイしましょうか。そう、あんでここでちょっとあの仕掛けがございまして、暖かいところでギリギリまで見れる